こんにちは。今日もマキシグローバルの動画をご覧になってくださってありがとうございます。今日7月31日金曜日、オーストラリア現地のリアルな情報をお届けしたいと思います。残念なことにビクトリア州でコロナウイルスが猛威を発していて、昨日は記録最多の723人が報告されました。当初からこの冬は第2ウェーブが起こるのではないかと予期されていましたが、このコロナの足がクイーンズランド州にもまた伸び始めています。クイーンズランド州もずっと新感染者数っていうのが出てなかったんですけれども、残念なことに信じられない行動をする人たちがいて、その人たちのせいでクイーンズランド州住民は結構怒ってます。若い女性たちが行ってはいけないメルボルン市にシドニー経由で行き、メルボルンに行っていたことを隠していたのですが、コロナが発病してしまい大騒動になっています。この人たちはローガン住人なので、最近ローガン周辺で行動していた人はコロナの検査確認を進められています。シドニーから帰ってきて発病する人たちも多いため、またクイーンズランド州のボーダーが土曜日の午前1時から閉鎖されます。その他、政府からのコロナ基金が延長されていますので、もう少し詳しくお話しさせていただきたいと思います。受理対象者は永住権・市民権保持者になりますが、コロナバイルスエコノミックサプルメント750ドルは7月中に支払われています。コロナバイルスサプルメントを2週間ごとに550ドル給付を受けていた方は9月25日から12月31日までと延長になり、2週間ごとに250ドル給付されます。ジョブシーカーペイメント、こちらは失業中の方ですが、給付金の変更と延長期間が設定されています。ジョブキーパーペイメント、こちらはオーストラリアンタクセーションオフィスから雇用主さんに支払われ、雇用主さんが従業員の方に支給するサポートタイプになっています。こちらは期間は延長されていますが、徐々に支給額が減額になっているので、センターリンクのウェブサイトか雇用主さんと再確認してみてください。またパートナーさんがいらっしゃる方は支給額が変わっているかと思いますので、ご確認してみてください。今日も最後まで動画をご覧になってくださってありがとうございます。ではまた次回の動画でお会いしましょう。皆さんくれぐれも体にお気をつけください。ではまた。